今月めちゃめちゃガチャ引くタイミング多いよ。大丈夫みんな、エナジー。どうもプラスピナンバーワン芸人のあなたです。よろしくお願いします。あなちゃんです。よろしくお願いします。さあまあ本当ね、今月10月っていうのは、まあ、めちゃめちゃそのエナジーを消費する、うん、いわば1年で一番お金が消えてくと、こういうね月でございますと。でまずね、今月出る予定のガチャ、まずワールドスターですね。ワールドスター、うん、でまあ今出てるので言えば OB ですよね、第一弾ね、うん、であとアニバで、これアニバーサリーですね。まあこの3つが主じゃないかと言われてます。で去年に関して言えば10月にイチローセレクションが来ました。もうこれ4つ大きいガチャがあるわけですよ。はーい。まあほんとね。なので、ちょっと今回は OB 第1弾と、ワールドスター第2弾と、アニバ第1弾、第2弾と、〇〇セレクションですね。まあそれについてちょっと今日はね、皆さんにどこ引くべきかっていうのをね、まあちょっとアドバイスできたらなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまずはね、OB 第1弾からですね。まあ今、バースが出てますと。まあ言うたら、プロスピで最強の左打者ですと。これはもう取った方がいいなって思うんですけども、でもちょっと待てよと、30連で1人確定、まあバース狙いだったら12分の1、うん、まあなおかつ累計もあると、どうなのっていう、そこをちょっと30連で、うん、引けなかったらどうなんのってことなんですけど、まずねこの OB っていうのは一番闇が深いです。はい、これからね紹介していく、ガチャの中で一番闇が深いと。まあ、なんでかって言ったら30連してバースが出なかったらもう沼確定なんですよね。その後どんだけガチャ引いても出ない場合もあるし、なのでこの OB は一番危険ですと。まあだからまあ30連もし引くのであればランキングを走るのが僕は一番いいかなと思いますね。だから僕が今からね、紹介するガチャの中で僕は一番引くべきじゃないかなと思っております。はい、まあでもバースは欲しいって方いっぱいいると思うんで、まあほんとランキング走るのが一番、うん、賢いことですかね。で次ワールドスターですね。第2弾で出ると言われてるのはダルビッシュさんか、打者大谷君じゃないかって、僕は予想してますと。まあでもこのダルビッシュさんの能力、これワールドスターなんですけども、まあ例年通りダル性があるんであれば、まあ引かなくていいんですよね。まあこのダルビッシュさんって、まあ言うたらランク戦ではそんなに強くないかなっていう感じだし、ただね、ワールドスターのダルビッシュさんは大会でも別に強いんですよ。うん、スラーブとかあったりね、スラカットもあるし、まあ強いっちゃ強いんですよ、大会であれば。ただそれよりもっと強いダルビッシュさんが例年通りであれば来るはずなんで、まあダルビッシュさんだったら引かなくてもいいんじゃないかなと思いますね。で、打者大谷くんですね。まあ第2弾で結構出てるイメージあります。僕の中で、一番引いた方がいい、ね、僕はね、このワールドスター、僕は絶対こう引くかなと。大谷君が出たね、打者の。ここが一番の勝負かなと僕は思っております。で、みんなもやっぱり大谷君使いたいって人多いじゃないですか。なので、まあ、大谷君、このワールドスター、まあね、60連、2万ですかね、お金に換算すると。まあここで僕は勝負をかけていいんじゃないかなと思いますね。大谷君が一番引くべきかなと。まあバース大谷君って正直同じぐらい打ちやすいんですよ。僕どっちも持ってるんで分かるんですけど。でも大谷君に関しては足もあるし、そう、なおかつ超広角だしっていうのもあって、発動率が違うんですよね。超広角と広角っていうのは発動率が違くて、まあ、例えばこのね、大谷君、ね、この超広角、これ 60% なんですよね。そう。で、バースが広角下位だと思うんですけど、55% なんですよね。5% 違うんですよね。まあ、それだけでも全然違うかなと思うんで、僕は超広角の方がまあ断然いいと思うんで、僕は大谷君をおすすめしたい。まあ、なおかつ僕は日ハム巡戦をやってるっていうのもあるんで、やっぱ大谷君が一番ちょっとあれになってくるかなっていう感じですよね。まあ、バッタニ君は絶対、取った方がいいかなと思います。絶対に損はしないです。本当に打ちやすいです。はい、で、アニバですよね。やっぱアニバ、まあ言うたら60連で1人確定。これはもう、ワールドスターと違って、ワールドスターは2分の1なんですよね。50%、50%で。2分の1なんですけど、村上くん、アニバの村上くんに関しては60連引きは絶対取れます。はい。これは美課金の方とか無課金の方とか初心者の方は、もう絶対村上くんをアニバでゲットした方がいいです。持ってないって方は。絶対ゲットした方がいい。だって60連出せば、もう確実に取れるんですから。
大谷くんは60連打しても 50%50% っす、はい、取れるかは分かんないです、はい、でバースに関してはもう闇です。30年引いて取れるか分かんない。だったらこの村上くん同じアーチスト降格で、なおかつミパ AA ですよね。まあそうなると僕は村上くんを取った方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあこのもう村上くんに関して言うと、まあ、さっき大谷くんとバースが最強って言ったけど、言うてもまあ村上くんもアーチ降格の左打者なんでそんなに変わんないですよ。大谷バースに比べてもそんな遜色はない、うん、ちょっと劣るけどね、うん、ただまあ打感とか、まあ、もちろん僕村上君も持ってるんで使ったことあるんですけども、全然もう最高、うん、左打者が得意な方はもうほんと取った方がいいってぐらいもう最強打者ですね。この人現役だからなんかちょっとプレミア感がないけど、大谷君とかバースとかね、なんかもうその1年に1回しか出ないとか、村上君は現役だからさ何回も出るじゃないですか、通常でも出るし、まあなんなら選択契約書でも取れるしみたいな感じであれなんですけども、僕はねやっぱここアニバ村上君を取った方がいいんじゃないかなと思いますね。本当に強いです。ぜひぜひね、そこはちょっと皆さん頭に入れていただいて、うん、アニバも村上君もそうだし、あと岡本選手とかね、あの本当ね目玉選手いっぱいいるんですよね。そうで60連の中で、まあ、30連で1人確定なんで、もしかしたら30連目で岡本くん来て、60連目で確定で村上くん取ったり、2人両取りできるよアーチ攻略だから、本当にあのこのガチャは僕は推奨してますね。はい、で丸々せですね、去年は、イチローさんのイチローセレクションが来ました。はい、でそこで、掛布さんだったり王さんだったりっていう、まあ言うたら本当に年末、プロスピって年末のガチャは OB 第3だが一番、まあ豪華だって言われてるんですけども、まあ、それに匹敵するぐらいのガチャが来ました去年は。でこの何々セレクションっていうのはもう皆さんね、まあ、最近始めた方は分かんないかもしれないけど、何々セレクションっていうのは30連60連90連で1人確定で、100連以降は S 出たら1人確定ですよ。で、ミキサーもありますよと、セレクトミキサー。例えば5人、この人いらないっていう人がいたら、5人ミキサーして1人、例えば掛布さん欲しいだったら掛布さんをゲットできるとか、まあそういうね、OB 大事なバース、今出てるバースみたいな、あのガチャよりは全然あのいいです。ただ、90連ってことは、まあ考えると、まあ3万ですよね。3万かかるということで、まあ配課金向けのガチャではありますと。ただやっぱこのねアーチ高額の掛布さんがね取れたりとか、そう、まあ今年も出るかも分かんないしね、またそうなので、そこはちょっとそのいっぱい課金できる方はこのセレクションはまあ引くべきかなと思うんですよね。ただ僕はその優先順位つけるならば、やっぱ一番はまあ、ワールドスターかな、まあ、バッタニ君が出たらワールドスターかなと思うんですけど、とアニバがやっぱりトップかな、この2つがトップかな。でその次にこの丸々セレクションかなと思うんですよね。で最後に OB 何段とかっていう優先順位かなと思ってますね。なので、まあ、この掛布さんとか手に入る可能性がある丸々線も非常に熱いんで、ただ今言ってきたさガチャ全部引くとなると、まあ、あの OB 出したら30連で1万ですよね。でワールドスター60連で2万で3万ですよね。でアニバですか、アニバもまあ2段あるんですけど、まあ1段しか引かないの仮定すると60連で、まあ、2万で5万ですよね。で丸々セレクションね3万で8万ですよね。8万なんて出せないです。はい、一部の配課金者の方々いらっしゃいます。まあ、その方はね出せるかもしれないけど、僕らみたいな普通のね、まあ、僕もねたまに課金しすぎる時あるけども、そこはちょっと無理だって人にはちょっと手出ないじゃないですか。なので僕は2つに絞ったり1つに絞ったりした方がいいんじゃないかなと思うんで、優先順位は今の感じかなと思いますね。はい、てな感じで、ね、お伝えしてきました。まあ、10月は本当に目白押しで、まあ、本当にねすんごいガチャがいっぱい来るんで、その散在する、まあでも1年に1回って考えればね、まあいいかっていう感じもするんですけど、
まあね、僕がおすすめするのはやっぱりワールドスターかアニバかな。ただワールドスターはバッタニ君とかの出たらの話なんだけどね、まあ総合的に見たらやっぱ一番はアニバがおすすめかなと思いますね、うん、ぜひぜひ自分の欲しい選手アニバでこの選手出るんだ、あ、じゃあ欲しいなって思ってる方はそこまでエナジー貯めてね、ぜひぜひ、いいプロスピライフを送っていただきたいなと思っております。今日の動画は以上でございます。この動画が良かったらまたチャンネル登録させてグッドボタンもしくはぜひぜひコメントもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。